醜い絵画に人気があるのはなぜか。神秘的な宗教画や壮大な風景画など美しい絵に対し、今破壊、衝動、美的センスから外れた醜さに重点を置いた絵が美しい絵と同じくらい高い評価を受け始めています。2023年6月から8月まで行われたアグリーサーチペインティング醜い絵の展示展では、若い女性と豚の死体が並んで横たわる醜い絵が並びました。醜さとは今まで単なる不快なものとみなされるケースが多かったですが、ただここで知ってほしかったのが、悪い絵と醜い絵には明確な違いがあり、芸術における美とは保守主義、エリート主義との関連性が高いが、醜い絵にはどこか慰めとなる、普段私たちがどのように感じているのかを、そのありのままを正直に反映していると話します。画家たちはこう言いました。私たちは醜い時代に生きているのです。醜い絵画はこの醜さと向き合い、そこに美しさを見つける方法を私たちに提供してくれます。